鄭秀英は、韓国の経済人、現代財閥創業者。画後は画山。本願は、加藤亭氏。1915年、関温度通り川郡松田面画山里の貧しい、農家に、六男二女の長男として生まれた。1930年、松田小学校を自席で卒業したが、家出を繰り返して、建設労務者として、働くようになった。 1934年、京場の米屋に就職し、1938年に、京場の新道堂で、米国省、一計一商会を開業した。翌年米が、配給制になったため、米屋を廃業して、自動車部品修理業を始めた。この会社は後に、日本人の会社に合併されるが、これが自動車業界とか、代わりを持つ契機となった。なお、 当時の創始解明では加藤を死に設定している。独立後の1946年ソウルで現代自動車工業者、翌年現代土建車を開業し、朝鮮戦争時には米軍の建設工事を受注した。僕世紀政権下で軍事基地、ダム、京府高速道路、原子力発電所建設などの大規模プロジェクトを手掛け、1972年には韓国で 初めて造船業に進出し、ウルサンに現代造船所を建設した。1973年にオイルショックが起こると、オイルマネーで潤う中東の建設工事に進出して、外貨獲得に貢献した。1976年に受注した、サウジアラビアのジュッペール産業港海上タンカーターミナルは、世界的にも知られている。 低修営の手法は全く手がけたことのない事業でも、まず安値で受注を獲得し、方法は後から考えるというものだった。当時の僕大統領と同じく、なせばなるの精神であった。この間、現代自動車、現代建設、現代重工業、現代交換など現代グループの各社を次々に創業している。 一万五千トン級の経験しかないのに三十万トン級の船を受注した。それから日本の経造船に研修員を送り込み設計図から道具まで盗んだ。盗んだ総量はコンテナ2台分になったという不法も厭わない強引な手法で成長。韓国経済の躍進とともに1980年代には造船が流星を迎え、 現代重工業の造船所があるウルさんは現代グループの城下町となった。この頃、現代自動車はフォードの技術協力から小型車生産をめぐって揉めていたが1970年代から日本の三菱自動車の久保富夫社長の行為から韓国の自動車産業の基礎といえる技術供与を受けた。技術供与された現代自動車は自動車生産を本格化し、 2012年には、三菱自動車は、ヨーロッパ市場で劣勢に追い込まれて、生産工場を閉鎖している。こうして、帝州営は裸一貫から一台にして、韓国最大の財閥オーナーとなった。またこれら企業の株式を寄贈して、火山財団を設立し、大規模な福祉事業も行うようになった。1981年、嫌ながらもオリンピック誘致。 民間委員会委員長に選ばれ、同年の IOC バーデンバーデン総会では、当選確実と見られていた名古屋を覆し、ソウルオリンピック誘致に成功している。誘致成功は引き受けた以上は全力を尽くさなければ、ならないと猛烈なロビー活動を行った、帝秀英の功績である。帝秀英は1987年現代グループの名誉会長に退き、 各企業の経営は弟や息子たちに任せて全国経済人連合会会長など在会活動に力を入れたほか1992年には統一国民党を創設して同年の大統領選挙に出馬したこの選挙では金ム・ヨンサムが当選し丁秀英は新政権に睨まれて選挙違反で起訴されたりした1989年1月には 中国経由で初めて北朝鮮を訪問した。北朝鮮との関係改善を打ち出した近代中大統領が就任した後は対北朝鮮事業に意欲を燃やし、1998年6月16日には前回のような中国からではなく半門店経由で北朝鮮に贈与する牛500頭をトラックに乗せて2回目の北朝鮮訪問を行い、 世間を驚かせた。二回目の北朝鮮訪問時に、金剛山観光ツアーの開始で合意したが、なかなか話が進まないと見るや、同年10月に三度目の包丁をして、金正日と会談し、金正日から直接金剛山観光ツアーの実施許可をもらい、11月18日には、最初の金剛山観光ツアーを送り出すことに成功した。 丁州英の、こうした努力は、近代中の対応政策と連動し、南北の歩み寄りに大きく貢献したと評価されている。その一方で、金剛山観光事業に絡んだ北朝鮮への5億ドル送金容疑で、捜査を受け、息子のテーム健が2003年に自殺。金剛山観光は巨額の赤字を抱えたが、7年頃から、事業としての目途が立ったとされる。 しかし、軍事区域に入り込んだ、韓国人観光客を、北朝鮮の兵士が射殺する事件が発生したことを、受けて、韓国政府は2008年より、金剛山への観光ツアーを停止した。帝州への距離は、金剛山の近くにあり、故郷懐かしさのあまりに万雪を汚したと批判する、意見もある。また、北朝鮮に、 現金収入の道を与えていることに対する批判も強い。なお、混合山観光などの対北事業を行う、現代画山や、前述の画山財団などの名称に含まれる、画山は、低周囲の画号から来ている。1998年のアジア通貨危機は、韓国経済に大打撃を与え、現代財閥も例外ではなかった。 近代中政権の財閥改革政策と相まって、現代財閥も解体、分離、衰退の浮き目を見た。財閥企業の株式の多くは公開され、低一族のコントロールが効かなくなっている。この頃には、現代財閥の後継者をめぐって、低州営の息子たちの争いが、世間の注目を集めた。低州英は2000年6月の北朝鮮訪問後に、 体調を崩して長期入院し2001年3月21日肺炎による急性呼吸不全のためソウル中央病院で死去した2005年民族問題研究所と関連団体の傘下の新日人名辞典編纂委員会から出された新日ハリストに名前が挙げられ大きな論議を呼んだありがとうございます